もっちりしていて大好きな感触です。みなさんこんにちは、かきごにチャンネルです。今回はのびるもちまんじゅうです。みなさん持っていますか？最近花粉症で目があるね、真っ赤っかいね、なっちゃった。おっと、よかった。今出たのはこちらの熊もち白です。目目がちっちゃくてとっても可愛いです。お餅みたいに柔らかいです。ラインナップはこちらになっています。これはここに入れておきます。2個目開けるよ。こちらはうさもちが出ました。ムニムニしててとっても気持ちいいです。柔らかい。とりあえず過ぎてみようか。この子はまたここに入ってならない。はい、じゃあ3つ目。あ、やった。この白いクマだっけ？クマモチシロと比べるとこっちの方がすんごく柔らかいよ。すんごく柔らかいの。すっごいね、もっちもちしてんだね。見て見て、一つ一つガチャガチャのケースに入れてみました。もちもち、ぷにぷに。伸びるまんじゅうだけど可愛くて伸ばせない。もっちりしていて大好きな感触です。こうずっしりしています。プルンプルンしています。ツルツルだ。癒されるもちまんじゅうでした。やっぱり気持ちいい。すごく気持ちいい。7じゃない、3です。違う、5個じゃない。5個じゃないよ、3だよ。シノの年だよ。これお餅かな。お餅だもん。あ、もちろん饅頭。饅頭か。柔らかくて気持ちいいもち饅頭でした。これとこれ買ってね。ババアめちゃめちゃね。